Yeah!
ケーキ、今日は来てくれて本当に改めてありがとうございます。残りはイースターまで22日となりました、今日この場に来れなかった君たち、本当に見てくれてると思うけれども、このね、イーストに向けて今このテイクをやっております。どうか皆さん、私たちのマンマーライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで2つ告知事がございます。まだね、未発表なんで、今日ここにいる君たちだけに先行と発表します。まあでも見たらつぶやいてくれていいよね。いいと思う。どんどん拡散してほしい。いいと思う。まず1個目はフーコ。はい、まず、直近で言いますと、そうですね、今週の金曜日に、西川口ハーツという埼玉県 のライブハウスで、私とセーラーの凱旋ライブになるんですけど、そこのライブでスパークロックといって、クロックさんと合同のイベントをやらさせていただいておりいただくことになりました。そこでまだちょっと告知をしてないんですけど、なんとそこで、特典として私たちとクロックさんの囲み写メというのをつけさせていただいております。合同囲みっていうのがね、なかなかなかったので、これを機にスパークロック、今週の金曜日です、西川口ハーツ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。クロックともね、スパークロック今までやってきて、クロックもね、解散が決まっちゃったんで、最後のスパークロックになります。もう今までのね、思い、本当に一番仲良くなったアイドルなんですよ、クロックって。だから全てをね、うちらの思いを全部届けたいと、この日は思ってます。そしてまだまだもう一つ告知があります。17日土曜日、私たち北沢台風というフェスに出させてもらう、フェス？サーキットイベントに出させてもらうんですけど、こちらも特典なんですが、1年ぶりに浴衣を着たいと思います。やっとやっとです。スパークスピーカー、あんま特典でなんか着るってことが結構珍しいグループで、半年に 1,2 回しかないんで、よかったらね、この日、まあ、イベント自体も去年ワンマンでソールドアウトさせてもらったシェルターの店長さんが押してくれて入れてくれたイベントなので、個人的にもね、スパークスピーカーの思いが強いイベントなので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、後半戦まだまだ盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。